2016年6月2日、韓国ソウル経済によると、韓国で先月、マンションの20階から飛び降り自殺した大学生が、帰宅途中の男性にぶつかり、男性も死亡するという悲惨な事件が発生した。韓国甘州北部警察によると、先月31日午後9時48分ごろ、甘州北区にあるマンションの12階から飛び降り自殺した大学生が、マンションの入り口に入ろうとしていた30代の男性の上に落下。二人は病院に搬送されたが、共に死亡した。マンションの20階にあった大学生のカバンからは、公務員試験の勉強が心細い、社会的な劣等感を覚えると書かれた遺書が見つかった。また、巻き込まれた30代の男性は地元公務員で、マンション近くのバス停まで迎えに来た妊娠8ヶ月の妻と5歳の息子と共に帰宅する途中だった。警察は、死亡した大学生に過失致死の容疑を適用する方針だ。この報道に、韓国のネットユーザーからコメントが寄せられた。そんな悲劇が現実に起きたこととは思えない。なぜ他人を巻き込むんだ。悲しすぎる。あと5秒遅く飛び降りていたら。自殺を考えている人たちに、飛び降りる勇気で別のことに挑戦してみろと言いたい。公務員試験が辛いからとそんな方法を取ってしまったの。残された妻や子供は今後どうやって生きていけば。誰に責任を問えばいい。妻と子供のトラウマが心配だ。今後外を歩くときは前後左右だけでなく空まで確認しなければならない。